ヘルシンキにあるフィンランド国立歌劇団のオペラハウス2016年撮影マクベスの終幕、2007年のサボンディンナ・オペラフェスティバルにて本校ではフィンランドのオペラについて述べるフィンランドにおけるオペラの起源は18世紀末及び19世紀まで遡るフィンランド発のオペラ上演は一般的には1768年に 古ルクで行われた、カールゴットリーブ・セウエルリング・一座によるヨハン・タイレ作、アダムとイブの上演とされている。しかし、この時の上演にはオーケストラがないとする文献もある。フィンランドで作曲された初のオペラ作品は、クング・カルス・ヤクトで、フレドリク・パシウス作の音楽と、ザクリス・トペリウス作のリブレットが使われている。 クング・カルス役との初演は1852年3月24日にヘルシンキで行われた。フィンランド語で行われた初のオペラ上演は1873年に行われたフィンランド劇場によるランメルモールのルチアの上演であり、当時劇団の会社はそのレパートリーにオペラ25から30本を有していた。愛の悪手とエドバルド・ファゼルにより創設された。 歌劇団は1911年10月2日に初めて演出し、後にフィンランド国立歌劇団になった。サボンディンナ・オペラフェスティバルは毎年サボンディンナの裏尾、場で行われるが、このオペラ音楽祭は1912年夏に愛の悪手により初めて行われた。フィンランドが1917年に独立した後、元はロシアの財産であったアレクサンドル劇場は、 フィンランドの財産になった。劇場は暫定的にフィンランド歌劇団に与えられ、フィンランド歌劇団はオペラハウスが建てられるまでアレクサンドル劇場を70年間使用した。フィンランド歌劇はヨーナス・コッコネンとアウリス・サリネンの作品により1970年代に世界で評判になり、コッコネンが1975年に作曲したオペラ、 最後の誘惑は1983年にニューヨークのメトロポリタン歌劇場で上演、世界中で500回以上上演された。有名なフィンランド出身のオペラ歌手はマルティタルベラ、カリタ・マッティラ、ソイレ・イソコスキなどがいる。BBC ミュージック・マガジンは2007年にマッティラを音盤時代における最高のソプラの20人のうちの一人に選出した。21世紀には カイア・サーリア法の作品がよく上演されている。ありがとうございます。